高山義弘、高山義弘、高山義弘、1966年9月19日体は、日本のプロレスラー、総合格闘家、俳優、東海大学附属相模高等学校、東海大学文学部文明学科卒業、個人事務所、高山堂に所属。マネジメントは、ハイタイド。高校時代には、ラグビー部に所属していた、湘南で、 ライフガードのアルバイトをしていた、元ライフセーバーでもある。大学時代、20歳の時に休学して、第一次和布、工業活動停止後の新日本プロレスとの、業務提携時代の、入団テストを受け合格、入門するも、ラグビー時代に負った方の怪我が再発したことを言いせず、一が、月足らずで逃げ出してしまう。その後、前述のライフガードのアルバイト中に、和布の先輩である、 宮戸祐子と偶然再会し、交流を続けていたが、当時の新生和風ブームの時は、客席から寂しく眺めるだけだった。大学卒業後、富士山系グループで営業マンをやっていたが、プロレスラーの夢を捨てられず悩んでいたところ、宮戸に声をかけられ旗揚げ間もない和風インターナショナルに、再入門。1992年6月、金原博光戦でデビュー。 1995年10月9日に始まった u ターブイ v s 新日本プロレスの対抗戦の流れから安城陽治、山本健一、現山本健一とゴールデンカップスを結成。8月17日、u ンター a 神宮球場大会で行われたバーリトゥード戦で肝と対戦し、チョークスリーパーで一本負け。9月11日、 ユーインター神宮球場大会で全日本プロレスの川田俊明との対戦が実現するもジャンピングハイキックで敗れる。12月のユーインター解散後、ユーインター関係者が立ち上げた受け皿団体のキングダムに移籍する。1997年3月、前年に敗れた川田俊明を追い、フリーランスとして全日本プロレスに参戦。ゲイリー・オブライトと組んでメインイベントで、 川田、田上明えくみの世界タッグに挑戦するも敗れる。1999年5月、後追いで参戦していた下きげんけと共に、全日本プロレスの正式所属選手となる。大森隆を、朝子こと、ノーフィアを結成。当初は大森、鉱山のみで、朝子は後に合流。史上初となる、世界タッグ王座とアジアタッグ王座の同時制覇を成し遂げる。 2000年、三沢光春らと共に全日本プロレスを脱退し、プロレスリングのアハタ上げに参加。2001年、プライド参戦を機に再び、フリーランスとなり、個人事務所、高山道を立ち上げる。以後、ノアを中心に、新日本プロレスや、その他の様々な団体、プライドなど、総合格闘技にも参戦。6月23日、プライド21で、ドンフライト、 お互いが相手の首に手をかけて避けずに殴り合う壮絶な戦いを繰り広げ、顔が変形するほどの生産な試合となり、最後は上からのマウントパンチの連打を喰らい TKO 負け、格闘技ファンにも知られるようになった。この後ギャラが大幅にアップしたという。同じ頃、朝子の怪我による引退や大森との喧嘩別れもあって、ノーフィアを解散。以後、 同ユニットの合言葉だった、行くぞ、ノーフィアを、解散後も高山が使用したため彼の代名詞となる。2002年9月7日、小川義成を破り GHC ヘビー級王座をダッシュ。高山自身初のシングルタイトルとなった。新日本プロレスにおいて、2003年に E1 グップ、ヘビー級王座、永年空位だった、NWF の2冠を制覇した時期もしばらくあったを、獲得。 その後、鈴木みなると、外敵タッグを結成。鈴木とのタッグチームは2008年のケンスケオフィスでの、秋山ひとし、佐々木ケンスケ組に敗れるまで無敗であった。試合はケンスケが鉱山を、ピンフォール。2004年2月1日、北海道立総合体育センターで鈴木と組、天山広吉、西村治む組から、e ワグップタッグ王座を奪取する。 三大メジャー団体のタッグ王座を制覇したのは、ベーダーに続き二人目。6月、ハッスルハウスにて、高田総統から、恐れを知らない、モンスターとして紹介され、会場に姿を見せた。この興行の前のハッスルさんでは、高田信彦の遺伝子を継ぐ男として紹介されている。8月8日、G1 クライマックスリーグ戦。 大阪府立体育会館での佐々木健介戦後、脳梗塞、当初の発表は、脳決戦で倒れ長期戦線離脱となった。リハビリやタレント活動を経て、2006年7月16日、ノア、日本武道館大会で復帰。佐々木健介と組んで、三沢光春、秋山しく組と対戦し、秋山のリストクラッチ式エクスプロイダーに敗れた。 10月8日の新日本両国国技館大会では、鈴木実とタッグを組み、長田博史、山本正二組と対戦。2006年12月26日、ハッスルハウスに鈴木実と組電撃参戦。12月27日01マックスに登場し、かつての名優、大森を襲撃。2007年12月2日ノア、日本武道館大会で、 小橋健太と初タックを結成。この日は腎臓がん的出手術によって長期欠場していた小橋の復帰初戦であり、自身の復帰戦で予定されていたカードであった。2008年10月、プロレスエキスポ初日に参戦。因縁のドンフライと初タックを結成した。翌日は、ノア、日本武道館大会に参戦。 2009年3月14日、全日本プロレス両国国技館大会で、グレートムタから3冠ヘビー級王座を奪取し、日本国内3大メジャー団体、新日本、全日本、ノアのヘビー級シングルタッグタイトルを脱した。2010年1月4日、6年前に対戦した中村晋介の E1 グップヘビー級王座に挑戦、お前へで敗れるもバックステージでは、 すっきりした顔で、本当にすげえチャンピオンになったんだな、と中村を称えた。7月10日、GHC ヘビー級王者の杉浦隆の GHC ベルトに挑戦、頭から血を出しながら奮戦するも、オリンピック予選スラムで合鎮する。9月18日、佐野卓美晋とタッグを組み、バイソン・スミス、斉藤明都仕組の GHC タッグチャンピオン王座に挑戦し、 ベルトダッシュに成功する。12月23日、かつて小物扱いしていた岡田和地下に襲撃を受け、翌1月4日の東京ドームでの対戦表明を受けた。2011年1月4日、杉浦とタッグを組んで、岡田、後藤広翔木組と対戦。エベレストジャーマンで岡田からフォールを奪った。6月18日、 新日本プロレスのバッドインティンションスを相手として E1 グップタック GHC タックをかけたダブルタイトル戦に敗れ GHC 王座から陥落した。同月26日、試合中にパートナーの佐野を裏切りノーマーシー加入を表明。7月10日の有明コロシアム大会から黒を基調としたロングタイツと黒いグローブの新しいリングコスチュームを変更し、 8月、脳梗塞の途中リタイアしてから7年ぶりに、新日本の G1 クライマックスに出場したが、決勝進出は果たせなかった。ちなみに、ブロック予選で、虫取り少年の姿で現れたヒデを斎藤に、試合開始前虫取り網で頭を、ズッポリと被されるという陳事が起きている。直後に怒りおろにして、虫取り網をへし折った。この陳事に対して、高山は、 バックステージインタビューで、変質者に襲われた、感じ、通り間だよ、恐ろしいねと述べた。10月10日、鈴木軍の投了、鈴木みのると、G1 で開校を果たしたかつてのパートナー、マカベガタによる、シングルマッチを観客席で見守る。試合終了後、鈴木に敗れた新壁を、エベレストジャーマンで襲撃、バックステージで鈴木と握手を交わし、 鈴木軍のサポートメンバーになる。同月31日、ノアのリングで2度目の GHC タッグ防衛に成功したバッドインテインションスニノーマーシーのケンタと共に挑戦表明をする。11月上旬、都内に焼き鳥量反転、胃袋かく味、ストマックホールドマイナスを回転。2012年1月4日の新日本東京ドーム大会にて、 新日本のリングで因縁が深まっていたマカベガナギとシングルで激突。新壁のスパイダージャーマンで危険な角度から落とされた。あと、キングコングニードロップでホール負けする。2月12日、鈴木軍のメンバーとして新日本正規軍、マカベ、長田博井上渡る、櫛田、タイガーマスクを相手に5人、タックイリミネーションマッチを行い、解消する。6月3日、 ノア名古屋国際会議場大会で、右検査関節脱球し、6月30日に、ノア後楽園、ホール大会で予定されていた、山吉弘デビュー20周年記念試合は中止となった。2013年7月、胃袋角味、ストマックホールドマイナスを閉店し、胃袋角味、ストマックホールドマイナスの、ランチメニューで出していたラーメンをメインとした店、トリ居ラーメンバフ。 武蔵小金井に開店した2016年3月に店舗改装のためとして閉店し、その後営業再開に至っていない。2015年3月28日、プロレスリングノアでも大いを振るい暴走する鈴木軍に反比し、名優であった鈴木実に張り手をかまし決別、ノアとの共闘を宣言した。2015年7月19日、 プロレスリングのハタ上げ15周年記念後楽園ホール大会に出場し、鈴木みのるの持つ GHC ヘビー級王座に挑戦。鈴木のパイプイス攻撃で大流血し、鈴木軍の乱入もあって敗戦した。試合終了後には、試合内容に納得しない観客からリングにゴミが投げ入れられるなど異様な空間となった。2016年8月。 DDT プロレスリングへの定期参戦が発表される。2017年5月4日、試合中の負傷により、現在、長期欠場中である、後日、試合に対する、分析力と、笑いの要素も含めた、会話の能力も優れているため、プロレスリング、ノア中継のレギュラー解説者であり、ワールドプロレスリングなどでもゲスト解説者を務める、ことがと、u フックを中継する。 日テレジーの番組でも解説者を務めたことがある。1997年3月、全日に、初参戦。前年に敗れた川田を追い、オブライトと組み、川田、田上の世界タッグに挑戦。当初は、非常に痩せた体で、キック以外はあまり見どころのない選手のように、評されていが、ジャイアントババは、こいつは磨けば光ると目をつけた。当時の全日本で、 初参戦でいきなりタイトルマッチが組まれたのは異例中の異例である。トップロープをまたいで入場するようになったのはデビュー当時は普通にロープをくぐってリングインしていたが新日本プロレース初参戦時にロープの高さが和風のものよりも低かったためまたげるのではと思いまたいで見たところ本当にまたげたためそれ以降の定番になったと本人の著書の中で述べている。その後、朝子角 大森高尾とのユニットのオフィアでの活躍あたりから、体重も、え、技術の向上もあって、プロレス界で頭角を表すようになる。1996年から、数族の血を低くオォーターと称していたが、これは、安城陽児のアイデアによるギミックであり、事実ではない。異名のアパッチタワーはこのギミックに由来する。プライドに参戦する頃にネタであることが明かされた。 仮面のメイド街とのタイアップで、メイドのコスプレも行ったことがある。キャッチコピーは、こんなメイドに燃えてみろ。プロレス界の二大巨頭、ババ、チョキが認めるレスラーである。ババは当時、他団体の選手である鉱山に、昔だったら、海外に、当時の全日は選手を海外修行に出させていなかった、ため参戦させてやったかったと、いろんなアドバイスをしたり、 食事に連れてったりと非常に可愛がっていた。初期も新日本の会長をしていた当時、プロレス界で一番最もらしい、プロレスラーと評してり、気に入ったものしか連れて行かない、猪木アイランドにも招待している。団体の枠を超えた活躍ぶりから、週刊ゴングの金沢勝彦に、プロレス界の帝王をと称され、以降キャッチフレーズとなる。満足のいく試合ができなかった日など、 ファンに冷たい一面を持ち合わせているが、普段は公式ホームページ等で、ファンとの交流を図っている。怖いものは、敗者、注射とのこと。敗者に行くとずっと埋めいているという。趣味は、玩ング、フィギュアなどの収集で、大学を卒業して、タミヤ模型に入社していたら今の自分はなかっただろうと、語るほどのプラモデル好き。そのコレクションは、公式サイトにて公開されている。 タミヤ最初のラジコンカーをヤフーオークションで妻に言えないような値段で競り落とした。また、脳梗塞を患ずらってから体調管理もかねて味噌を手作りしている。複数のドラマ、バラエティ番組に出演している。2006年の NHK 大河ドラマ、光明月時に八塚コロク役で出演していたが、本人は自身の日記であまりの大根役者ぶりに、 自分でもびっくりしてるとコメントしている。番宣でスタジオパークから、こんにちはに出演した際、長田からイーワーグップを取った試合が放送され、NHK では珍しいプロレス映像のオンエアとなった。富士テレビのアワーハウスに出演した際は金髪を黒髪に戻して出演した。正統し、聖夜の声優を演じたこともあり、この時、高山は自身が乙女座ということもあり。 乙女座の釈迦の T シャツを着て、スタジオに現れた。2007年1月31日、第一子、男児が誕生した。くしくもこの日は、死である、ジャイアントババの命日でもある。名前は、同じ、吉弘、吉弘であり、前まで決めていて、生命判断で、ヒロシが良かったため、妻に、同じ吉弘でいいんじゃないと言われて決めたという。 幕内力士の北東力を秀樹と呼び、弟分のように可愛がっている。同年代である、ノア所属の杉浦隆と大変仲が良く、杉浦を杉、杉様、お杉などと呼んでいる。それぞれライバルに、試合以外での杉浦隆夜の高山義弘を挙げている。コア表で、基本的にはヒールな、立ち位置であるが、たとえ自分より年下でも、大盛り。 かきげんけんじん、鈴木みのるなどの先輩選手には、さんづけで呼ぶ、常識人でもある。ただし、大森との喧嘩別れ以後は、あんなやつとか、高尾ちゃんと言ったこともある。三沢光春は、社長、もしくは、エロ社長、田上明は、田上のおっさん、武藤慶司は、タコ社長と呼ぶ。同年齢でキャリアは、上野小橋健太は、小橋健太。 年下だが高山が敬語を使う大森と同期の秋山ひとしは、ひとし、長田博しは、ひろし、などと呼び、さん付けをしないが、選手と継承をつけることが多い。最近は鈴木に対して、ミノルちゃんと呼んでおり、同年齢の佐々木健介にも40歳になった、記念として、健ちゃんと呼ぶようになった。健介は、その後、とっさに鉱山を、高ちゃんと呼び、鈴木からは、 ノア中継放送内や自身のブログなどで金髪の大男と呼ばれることが多い。2004年9月26日に、うち来るにゲスト出演した。その際に、ババ、イノキ、チョキは VTR 出演とのエピソード、湘南での思い出を披露し、ライフセーバー時代の友人、宮と後輩の桜場和氏らが友情出演した。2006年12月、うち来る に、安藤和がゲスト出演した回にも友人として登場している。物心ついた時にはすでに頭ダを患ずらっており、幼稚園入園前には小児全息と診断された。幼少時、眠れない夜には母親が毎晩背中をさすっていた。運動をすればよくなるだろうという両親の勧めもあり、9歳の頃に剣道を始め、高校からはラグビーを始めた。 小児期からのズダは一時症状が収まり、プロレスラーとなってから3年から4年は、発作も出ずに順調だったか、団体遺跡などに伴うスタイルの変化などのストレスが一因となり、ズダを再発。その後は吸入薬により、症状をコントロールしている。ただ、その体格からズダを信じてもらえずに驚かれることも多く、肺活量もあまりない。ズダを持つファンから、 全速を持つ高山選手が頑張っているのを見て自分も頑張ろうと思ったという手紙が寄せられたこともある。本人も全速があったからこそ体を鍛えなければいけない。ズダだったからプロレスのチャンピオンになれたと告白している。体重の増加は持病である重い気管支然速の薬の副作用もしくは下腹部の古傷の保護のためとも言われる。2006年1月14日 日本製薬工業協会の提供番組、希望へのメッセージ、薬物語日本テレビに、脳梗塞で欠場中の鉱山が出演。番組振興役の吉田栄作と講演でのインタビューに応じていた。内容としては、治病の頭だについてのことで、脳梗塞の点には、触れていない。2004年8月8日、大阪府立体育会館で行われた新日本 G。 一クライマックスリーグ戦、ケンスケ戦後のバックステージで、突然、右手の自由が効かなくなり、リング上で受け取った勝利者賞の目録を落とした。その後、控室に戻ろうとしたが、今度は、ドアノブを扱えず、立ちくらみで倒れてしまう。周りにいたレスラーや関係者が、異変に気づき、救急車を呼び、高山は、富永病院へ搬送された。 富永病院は大阪府立単育会館のすぐ近くにあり、脳神経治療では国内トップレベルで知られていた。病院に運ばれた鉱山に即カテーテル手術が施された。発症してから手術までの時間が3時間以内であれば、後々の後遺症も最小限で済む可能性が高いと言われている。 脳梗塞であるが、病院まで救急車で10分以内の距離で発症し、2時間ですべての手術を終えることができたため、主治医は、高山さんはかなり強運の持ち主だったと語っている、外部リンク参照。高山は手術後、喋ることができたり、動かなかった手足が動くようになっていたことで、これはすぐに復帰できると思っていたそうだが、しばらく経つと思ったように言葉が出なかったり、 今までできていた動きができなくなっていることに気づいたことから不安視するようになった高山は思考回路すら麻痺していたと話している。以後大好きだったコーヒーをやめて水を1日6リットル飲むように心がけたり肉を食べることをやめて魚と野菜中心の食生活にしたりと日常生活を改善。リハビリも開始した。また飲酒もやめた。 タバコはもともと吸ってはいなかった。医師からは自分で体力が戻ったと思ったらいつでも復帰していいがその前に診断を受けるようにと言われていた。高山は復帰に向けてトレーニングを続け2005年の末には絵師していて以前のような動きができなくなった者に対しては他の期間で欠場前と同じような動きをできるようにするトレーニングや 少しずつ頭部に負荷をかけるトレーニングを始めていることを明かした。欠場中は先日のゲスト解説に加えて、ラジオ番組やテレビドラマにゲスト出演するなど、タレント活動に専念していた。復帰までの間、高山は、宮と有光のジム UW 会、スネークピットジャパンにて復帰に向けたトレーニングを積んでいたほか、解説者としてノアの会場を訪れた際も、 試合前に受け身などの練習をしていた。2006年3月5日のノア武道館大会に解説者として来場した際、試合前の選手練習中に病気離脱後初めて後ろ受け身の練習を行った。約2年間の休養後、2006年7月16日のノア武道館大会にて復帰することが決定し、ケンスケとタッグを組んで秋山、 三沢組との対戦という最高のカードが用意された。プロスポーツ選手で脳梗塞から復帰した前例はないとされている。当初は鉱山のパートナーは小橋であったが、人主要適質手術による欠場のため変更になった。試合は半分以上鉱山が捕まる展開となり、その時点で持っている力を出し尽くし、欠場中の小橋へのエールを込めて、マシンガンチョップを放ったりしたが、 結局、ミサワのエメラルドフロージョンと秋山のリストクラッチ式エクスプロイダーを連続して食らって敗れた。この日は鉱山の復帰を待望していたかのように、日本武道館には超満員となった。試合では散々、ミサワのエルボーや秋山のジャンピングにいいバットを食らい続けたが、10分ほど控室で休んだ後元気、そうにプレスルームに現れ、ケンスケと肩を組んで元気に、 記者会見に応じていた。この復帰戦直前に、もともとタッグパートナーとして共闘することになっていた小橋が、腎臓癌により離脱、手術を行うことになり、復帰戦についてのコメントを、ノア中継内求められた際、ファンと小橋に向けて、みんながじめじめしたら、小橋健太が戦えなくなるから、明るく希望を持って、彼の帰りを待とう。小橋健太のために戦うとか、 そういう大それたことは言えないけど、俺は全力で戦って、武道館後もリングに生き残るから、小橋健太、必ず戻って来いという温かいメッセージを送った。別のインタビューでは、俺は脳梗塞を克服して戻ってきた。ここで、お前がガンに負けるようなことがあれば、プロレスラーとしてお前は俺に負けたことになるぞ。それが嫌だったら、 何年かかっても絶対に戻って来いと鉱山ならではの励ましのコメントを送った。2007年12月2日の小橋の腎臓岩からの復帰戦前にはタックパートナーを務めることに関して彼の病気のことは俺が一番わかるつもりだからと話している。2017年5月4日 DDT と夜中大会にて安浦野に前方回転エビ固めをかける際に頭部を強打した。 試合は、裏野の TKO 勝ちとなり、高山は、大阪市内の病院に搬送された。翌日の検査の結果、頸椎損傷及び変形性頸椎症という診断が下り、病院で手術を受けることとなった。DDT の工業への欠場が発表され、男職 D のと保持していた KO、D タッグ王座も、返上となった。2017年8月に、週刊、 文春が報じたところによると、首から舌が動かない状態で、自力での食事、排泄も困難であり、移動もままならないため、現在も大阪市内の病院に入院中であるという。9月4日に DDT と個人事務所の鉱山道が合同で、記者会見を開き、5月の手術後に、療化傾向が見られず、呼吸もできない上に、心臓停止のトラブルも発生していたこと。 8月中旬に関東の病院に転院し人工呼吸器も取り外されるようになったが医師の診断が経髄完全損傷と変更され現状では回復の見込みがないことが明らかにされたこれを受けて DDT が中心となって支援団体を設立することも発表されている支援団体として高山ニアを設立同記者会見に同席した鈴木が 涙ながらに、和布時代の先輩、前田明や高田信彦に支援を呼びかけた。また当日参戦する、後楽園、ホール大会の鈴木実ののグッズ売店により自作の募金箱を設置。翌日以降から新日本プロレス、全日本プロレス、プロレスリングノア、ドラゴンゲートなど数多くの団体が自作の募金箱を試合会場に設置し、支援を呼びかけた。 2018年8月31日、高山ニアエンパイアを、高楽園ホールで開催した。ワフの流れを組むワフインターナショナルから、プロレスラー人生を出発させた、高山だが、細かいグラウンドテクニックはあまり使用しない。元々から細かいテクニックよりも、ハードキックで試合を組み立てるタイプであったが、全日本プロレス登場当初は、腕ひしぎ逆十字固め等の関節技も使っていた。 現在は恵まれた体育を生かした豪快な打撃で詳細句なしのハードヒットなプロレスを展開している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。